ピーの気候があんなに。あれ、あの真ん中の子、気候を指揮しているみたいだけど、名前は確か…シンマールだ。僕の名を忘れるな。あの化け物に食われただけでもクソついてないのに、まあ、ちょうどいいか。クズバルキリーで気分ばらしだ。全員気をつけなさい。悪性になりそうね。待ってください、シン。ブローニャ、お前は絶対殺してやる。全機構攻撃用意。姫子少佐、ブローニャはシンとの単独通信を希望します。ブローニャが休戦するよう説得します。それしかないよね。ここでネゲントロピーと戦っても無意味だわ。了解です、艦長。僕が私有封印を手伝ってやるよ。安心しな、僕がいれば崩壊獣なんて全部クズだよ。交渉成功。ブローニャ、何を言ったの。まあいいわ、ネゲントロピーと共闘する日が来るとはね。ここが核心。戦術機構撃ち砕け。待ってください、戦術機構の火力では意味をなしません。ブローニャは無駄なことを推奨しません。無駄？お前僕に言ってるのか。忘れるなよ、お前は僕に屈服したんだ。ごめんなさい、シン様。ブローニャの失言でした。今回だけ聞いてやらないこともないよ。なんかこのシンって子、扱いやすいよね。ブロニャ、ハイペリオンに場所を知らせてちょうだい。了解しました。重装ウサギ 19C、ファイヤー。艦長、今回の崩壊は彗星の逆光と関係ない。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。CU の表面が振動した。そこか。震源位置ロック、軌道位置修正。ハイペリオン始砲、エネルギーチャージ開始。射出10秒前。